さあ始まりましたストリートファイターリーグウォームアップ、 MC の R です。よろしくお願いいたします。解説のハメコです。よろしくお願いします。はい、ということでいよいよ本日はファーストステージの最終節と。いや、減ましたね、来ましたね、ここまでね。このリーグ形式でありながら、うん、今日も楽しいっていうのはやばい。結構運がね良くないと、そうですね、割とこう消化試合だらけになっちゃうこともあるので、ある、ある選手の皆さんの頑張りにまず感謝を伝えつつ、今日の激戦を見ていきたいですね。まあ情報をね、はい、いろいろ整理したいところではありますが、本日はファーストステージ第12節マッチ1デトネーションフォーカスミー対サイクロプスアスリートゲーミング大阪、マッチ2最瞬間ソル熊本対ファブゲーミング、マッチ3シノビズムゲーミング対グッドエイトスクワット、以上3試合が行われます。本節の開始は19時頃を予定しておりますが、それまでのお時間は初心者の方でもストリートファイターリーグをより一層楽しめるような情報をお届けする20分間となっております。まずはこちらのコーナーから、ハメコズチョイス。ハメコズチョイス、はい、このコーナーでは、リーグ戦の注目ポイントや前節の熱戦などを私ハメコがチョイスし徹底解説していくコーナーなんですが、今回はお届けするのはこちら、ファーストステージスタッツ全集。第6節でも行いました、はい、未公開スタッツ大放出、さまざまなデータで選手を深掘りしていったんですけれども、はい、本日はファーストステージの、最終節最終戦ということでですね、新たなデータで選手の戦いぶりを振り返りたいと思います。データでね、はいはい、じゃあまずは、はい、獲得ポイントランキングから見ていきましょう。はい、こちらから見ていきましょう、はい、すごいよね、獲得ポイントランキング、非常にたくさんのデータが入ってるんで、うん、まあ、ざっくり見ていきますね、うん、はい、まず上位にいるのがモケ・フジムラが80ポイントということで、うん、堂々たる成績です、うん、その下にはシュート・樋口という、まあ、若手の活躍、うん、まあ、さらに時々ボンちゃんベテランという感じの、順位になっていますね、うん、でこの中でポイントになるのが勝率 100% は結果として水葉の1人のみとなりました。全、はい、選手が1回以上、出場しての、うん、この勝率はさすが見事ですよね。しかも魚群はこうキャミー2枚持ってる中で、うん、要所でこの水葉を起用して、うん、そうですね、このポイントだっていうのは一つ大きな見どころでしょうか、うん、あとはみんなが気になってる、はい、JP 意外と勝ってない問題。 JP おやおや、意外とですね勝率を見ると、うん、苦戦をしてる、まあ、苦戦、まあ、57% 勝ってるんでね、1番の KB フェニッチはなんですけど、全体を見ると、うん、50% いってないぐらいの感じになるという、上位にはいないんですよね、はいはい、まあ、やっぱり一番コミュニティには注目の集まってるキャラクターだと思うんですけど、うん、意外と、まあ、苦戦というかマークもされていると、うん、勝ちまくっているわけではないんですよ、はい、ということが分かりました。さあ続いて、はい、いいですか、投げ抜けランキング見ていきましょう、はい、投げ抜けランキング こちらは、うん、単純に投げられた回数、うん、そしてそこに対して投げ抜けをした回数だけを取っております、うん、なので、はい、そのいわゆる趣味、うん、投げ抜けを誘う動きをされて、うん、投げ抜けの隙を反撃されたりっていうところは回数に含まれていないのでご了承ください、はいはい、まあ、単純にだから何回投げられてそのうち何回抜けたのかという話なんですけれども、うん、まあ、結構なかなかいろんなデータが出ていて、うん、まあ、すごく掴まれてる人もいますよと、はい、いうのがあるんですけど、中でもちょっと面白かったのはこれですね、はい、KB、はい、JP が59回投げられてるってこれやばいっすよOD アムネジアがあるにもかかわらず59回投げられている、はい、そうなんですよ。おっとこれ結構面白い数字で、うん、他の JP と比べると、まあ、他の JP も結構投げられてますね、うん、まあまあ、42回、それなりかな、うん、とはいえ59はかなり多い、59は相当投げられてます。あ、まあ、これ、うん、印象残ってるのはドグラ対 KB の対照戦で、うん、あの試合ではドグラがそのまあ人読みなんでしょうね、すごい、K、画面足の KB を投げまくったっていう、投げまくってアムネジアが出なくて最終的にアムネジアを読んで勝ってるみたいな感じなんで、うん、その読み合いの強さのところでちょっと、まあ、読み合いの部分で苦しんだ試合ではあったのかなというところですね。確かに、はい、あとはこうストーム、はい、久保なんかもすごい投げられてるなと、確かに68、久保とやっぱ序盤戦に結構いわゆるその投げ抜け誘いを投げられまくった後に、うん、まあ、シミでやられてしまったみたいな時々戦とかはそうでしたよね、というところが印象に残っていますよね、まあ、なかなかこのストリートファイター6の投げ抜けは難しいというところが、はい、分かりました。次行きましょう、はい、続いては無敵技暴れランキング、はい、こちらも、はい、回数としてはですね、無敵技が、立ち回り、まあ、コンボじゃないところでヒットした、うん、ものをラウンド、その選手が行ったラウンド数で割っているので、
シンプルな数字が出ているなという感じなんですけども、リバーサとか別に関係ないですよと、はい、もう立ち回りで当たっていても、うん、算出されてますんで、はい、まあ、川野がすごく多いっていうのはすごい頷けるんですよね、うん、中盤以降川野がクラシックルークで相手のパリーラッシュを見てからボディーライジングアップを決めるシーンがすごく多かったんですけども、うん、そういったところもこの暴れ成功率ということでカウントされてますので、うん、まあ、単純に無敵技をうまく使ったよっていう感じでしたね、はいはい、あとは、ポイントになるのはアキラ、カズノコ、そして水波といったキャミー使いが無敵技ヒット率が非常に高いというのがすごく面白いところです、うん、まあ、これはキャミーというキャラクターの特性として、うん、OD キャノンスパイクという無敵技が自分が画面足にいるときに当てると位置が入れ替わるっていうところで自分が追い詰められたときにすごい打ちたくなる技っていうところもあるのかなと、まあ、あとはやっぱりアキラ、カズノコっていうのが早い展開で自分の夢を通すのが得意なプレイヤーっていうところもあるかもしれませんね。そうですね、うん、さあ続きましては対空ランキング、きた、みんな大好き対空ランキング、上空から襲われた時に撃ち落としているか否か、これはやっぱり皆さん気になるのはここなんですかね、はい、うん、はい、やはり問われてますね、40分の13、はい、32%、 ただ最下位ではないですよ、その下もいるっていうのがちょっと面白くて、はい、まあでも中でもまずこのナウマンに関しては、うん、はい、取り目視線でかなりフロートで上からやられていたっていうところが、ダルシムと戦ったと、はい、ここで算出されてるのかなというところがありますね、うん、はい、なるほど、であとは上の方で見ていくと、うん、例えばその取り飯樋口とか、うん、ダルシムガエルみたいな、まあ、立川もそうですけど、うん、その飛ばれやすいキャラを使って落とすっていうのは数値が上がりやすい、うん、樋口なんかやっぱりガエルで、うん、トニックブームとかでちゃんと相手を制圧して飛ばせと落としていたというのがありましたね、そうですね、まあ、飛ばれてる回数でいうとやっぱりなんだろう、その JP は飛ばれてるんだなっていうのは結構わかるんですよね、うん、アクアも飛ばれている、あとは DJ か、 DJ も結構飛ばれてる、 DJ もね、はい、うん、フゲラも飛ばれてる、だモケちゃんがめっちゃ飛ばれてますね、確かに77で77一番飛ばれてますか、はい、これ、うん、はい、結構序盤でまあ飛ばれてるのが印象に残りましたけど、うん、中後半ではその対空成功率がどんどん上がっていったっていう印象もこのモケのチュンリーにはありますかね、獲得ポイントは1ですからね、うんうん、まあ、フードなんかも呼ばれているという感じでしたね、はいはい、さあ続きましてこれが最後ですが、インパクト返しランキング、これはねちょっと俺もこれ見たときに衝撃を受けました、確かに、うわこれ返せてねえなっていうパーセンテージが低くないかいと、そうなんです、まあ、このこちらはインパクトにドライブインパクトに対してドライブインパクトで返している回数を、うんうん、算出しています、例えばそのドライブインパクトに対してパリーを狙ったりとか、うん、無敵技 SA とかで返したシーンっていうのは、はいはい、こちら含まれてませんので、うん、まあ、純粋なインパクト返しの、うん、数字を見ているんですけど、うん、上位ですら 50% って、そうですね、うん、どんだけインパクト強いんだっていうのが分かりますよね、こんなにも返せてないとは、数字になると恐ろしい、恐ろしい、うん、20回近く打たれて返せないって、うん、そんなことあるんだっていう感じですよね、本当に、そうですよね、まあ、返しまくってる印象の樋口ですら半分いってないですよね、まあ、樋口は前回の立川との戦いで本当に印象的なインパクト返しがいくつかあったと思うんですけど、それでもこの数値なので皆さんインパクト返せなくても安心してください、返せないです、そうです、プロの選手、まあ、もちろん逆にそのトッププレイヤーが打ち方が上手いっていうのもあると思うんですよ、もちろんもちろん、そのじりじりした展開で本当にいいところで打ってるから返しづらいってのもあると思うんですけど、うん、まあ、なかなか返せるもんじゃないんだなっていうのが一つ出ました、はい、まあ、もろもろこういったデータが出たんですけれども、うん、こちら、まあ、全て、ファーストステージの試合全て終わり次第、うん、また、ツイッターの方にですね、まとめたものを、公開していくというふうに伺っております、ただこの今回のこの数字ちょっと見て思ったのが、はい、やっぱりそのゲームが出てからあんまり経ってない状況で始まったこのリーグ戦なんで、うん、そうですね、やっぱ序盤からその後半になるに従って全体的な数字って良くなってって思うんですよ、印象的にも、うん、だから多分インパクトとか対空率っていうのはまあ上がってくるんだろうなっていう、うん、今後セカンドステージでこういったデータが取られた時に多分その差異を見るだけでもそのゲームの攻略の隅ってところが分かってくるかなというところで、うん、結構面白いデータかなというふうに思いました、以上ハメコズチョイスでございました、ありがとうございました、さあそれでは本日戦う6チームをハメコさんから注目のカード組み合わせを踏まえてご紹介お願いいたします、はい、ここちょっとねもう今日めちゃくちゃ大事なんで、予想やハメちゃん、はい、いろいろ説明していきたいと思います、うん、まずこのマッチ1、マッチ1デトネーションフォーカスミーターサイクロプスアスリートゲーム、ここここなんですけれども、うん、まずこの DFM がですね、うん、まあ、どれだけポイントを取れるかというところがキーになってきます、うん、DFM が40ポイントを取ることができれば、うん、まあ、ポイントがたくさん取ることができれば
単純にマッチ3で行われる石のリズムゲーム対グッドエイトスカートのグッドエイトスカートに対してプレッシャーをかけられるという構図ですね、うん、40-0 でいけるとかなり、グッパチにプレッシャーかかる。そりゃそうでしょうが、うん、相手はサイクロプスですからね。いやそうなんですよ、非常に強力な、うん、まあ、全体にレベルの高いチームなんですけれども、うん、まあ、CAG はねもう、セカンドステージ進出決まってるんで、どういうテンションで来るかっていうのがポイントなんですけども、うん、まあ、そのキャラの相性とかもろもろで見ていくと、うん、数の子キャミー大将っていうのが結構良くて、うん、まあ、ジョンのラシードに対してもかなり戦いやすいっていうのがあるんで、数の子を大将に置きやすいのかなっていうのがまず一つで、ジョンのラシードとしては、まあ、JP 戦に行けたらいいのかなっていうところで、うん、ところでなってくるとそのフェンリッシュ大将という手もあるんですけど、まあ、ジョンのラシード大将は難しいだろうというふうに思ってます。なので、まあ、JP にもある程度戦えるという点で考えると、うん、フード DJ なのかな、うん、大将戦が、はい、絶好調だしね。で、うん、チュンリーと DJ に結構マリーザ戦えるところがあると思うんで、うん、まあ、板橋マリーザがあるとしたらもしかしたらこうかもしれませんね。おやおやおや、うん、その可能性ゼロではないなというふうに思います。とはいえここは相当ポイントを DFM は取らなきゃいけないんで、まあ、勝利はもう必ずですね、はい、必ず勝たなきゃいけないな、勝たねばならぬ上でどれだけポイントを取ることができるか、というような組み合わせになってます。はい、次行きましょう。ありがとうございます。はい、マッチ2、マッチ2こちらは、セカンドステージっていう点で言うと消化試合なんですけど、お互い自力で 1位を目指せるっていうところがありますので、うん、まあ、そういう意味ではプライドマッチですよね。そうですね、うん、でここでは面白いのが、まあ、うん、東京県大将って結構面白いかなと思ったんですけど、そうなると樋口ガエルがいるんで、樋、うん、口ガエルのことを考えると流星 JP 大将、流星が出ることで、まあ、樋口と当たった時に、まあ、有利に戦えるのかなというところですね、うん、でこの流星 JP を読むなら、まあ、ネモ、うん、JP 同キャラ戦、まあ、この間ちょっとアブニマーチに泣きましたけど、うん、内容はすごく良かった、はい、もしくは DJ のラッシュで笹もなんとかするかみたいな感じになるかなというふうに思っています。目の前の得点を見るか、はい、セカンドステージを見るか。そうですね、もちろんシュートのマリーダがシンプルに対処いくっていうのもあると思うんで、うん、ここは結構、うん、お互いがどういうつもりで来るかで決まりそうですね、うん、はいはい、そして、激アツのマッチ3、はい、なんと最終戦まで基本的に楽しめそうだというのが、うん、今回の素晴らしいいいところですね、うん、グッドエイトスカットとしてはもちろん DFM のポイント次第で、うん、必要になってくるポイント変わってきます、はい、最低でも10ポイントを取ることができれば名古屋王者ボディスターを上回れますが、うん、DFM が40ポイント取った場合は、うん、まあ、25ポイント以上、まあ、勝利が必要ですね、30対10の勝利が必要、うん、ただここで一つポイントなのがルールブックにもあるんですが、今回オーダーは、全て18時までに出さなきゃいけないんですよ。オーダーを出すタイミングが18時、はい、つまりマッチ1の結果を見て、はい、グッドエイトスカットがその必要ポイントに応じたオーダーを組むのはできません。できない。最初から最悪の状況、つまり、うん、DFM が40ポイント取ったつもりで、うん、オーダーを組まなきゃいけないんで、うん、結構読めるなと思って、うん、その点ではモモチがルーク大将、こない読みガチ君大将かなと思いました。おで、まあ、これまでのストリートファイターリーグのファーストステージのセオリーとして、うん、勝ち頭になりそうな人が先方に行ってチームの流れを作る、そしたらプゲラ DJ 先方、プゲラこんな感じだと思っていて、なるほど、はい、ただやっぱり山口藤村がねすごい安定した戦いできてますんで、この2人が大将に行くのかなという印象ですが、うん、本当に重要な一戦です。楽しみです。ありがとうございます、はい、なお YouTube のカプコンファイターズ JP 公式チャンネルではコミュニティ欄より各マッチの勝敗予想を行っております、はい、皆さんの、ぜひですね、こちら勝敗予想の方参加してみてください、現在の予想はこんな感じ。おい、結構な4000以上の得票数がある中で五分五分のところもありつつしました。五分五分、一番上は5400票入ってるという。すごい、ありがとうございます。 CAG の人気すごいですね、うん、さあそれではここで本日の、順位表確認してみましょう。お願いします。まあ、さっき軽く説明しましたけれども、うん、まあ、今日はその DFM とグッドエイトスカットがどういう戦いを見せるかが、まあ、ほぼこのセカンドステージっていう点を考えると、うん、そこが注目ポイントですよね。とはいえ、まあ、1位が誰どのチームになるのかも非常に楽しみです、うん、です、はい、続いて戦績表このようになっております。はい、いよいよ全て埋まりますね、ファーストステージね、うん、はい、ということで、熱戦は必至となります。そしてストリートファイターリーグプロ JP2023 はこのようなスケジュールで行ってまいりました、はい、9月でファーストステージ第12節で終わりまして、その後は、はい、セカンドステージが待っていると。10月から、はい、い
いやセカンドもね、いろいろあるからね、どうなるんでしょうね。さあそれではこの後はいよいよストリートファイターリーグプロ JP2023 ファーストステージ第12節マッチ1デトネーションフォーカスミー対サイクロプスアスリートゲーミング大阪、マッチ2最瞬間ソル熊本対ファブゲーミング、マッチ3シノビズムゲーミング対グッドエイトスクワット、以上3試合の模様をお届けしてまいります。皆さん最後までご覧ください。それでは準備のため一旦失礼いたします。